高橋典美先生、今日昼も夜もということでありますけれども、私も神奈川全体が選挙区でございますので、朝座間で始まりまして、座間に行って平塚行って厚木に行って横浜行って川崎行って横浜行ってという7カ所目に今なっております。まあこの時期ですので、あの新年会についで今日何回お会いしましたね。あ、そうですね。あの相次いでありますけれども、こうしてあの皆さんと楽しくあのお会いできるということを私も本当に嬉しく思っているところであります。高橋典美先生、ご存知の通りも本当に元気印で働いていらっしゃいます。横浜市内はおろか、いろんな海外にも、そして国内いろいろ視察や出張にも精力的に行かれております。あの典美先生と今年も1年しっかりとタグを組みながら横浜市、そして、県区に仕事をしていきたいと思います。皆さんのご多幸をお祈りします。どうぞ今年もよろしくお願いします。